春の女性リクリエーションバレーボール大会が開幕しました。今年で45回目を迎えるこの大会には名古屋市内の413チーム4234人が出場し、10の組に分かれてトーナメント戦をして優勝を目指します。選手の平均年齢は48歳。港区の日本返しホールには今回出場する25歳から82歳までの選手が一堂に揃い、開会式が行われました。式では優勝杯の返還に続いて、星組アジマレッズ B の鷲見恵美子さんが選手宣誓をしました。怪我なく、卒なく、抜かれなく、たくさんの方々を温かい寄り添いに支えられ、今日元気でバレーが始まる喜びをかみしめながら一生懸命プレーすることを誓います。レクバレーは昭和36年に名古屋で生まれました。6人制で4回のパスで相手コートへ返す。その際、すべて違う人がボールに触れる。スパイクは禁止などのルールで試合を展開していきます。開会式の後、早速試合が行われ、声援が響く中、戦略的にパス回しをしてアタックが決まると大きな歓声が湧いていました。大会はこの後、市内の各会場で試合が進められ、6月9日に港区の稲永スポーツセンターで決勝戦が行われます。